何和隊、何和隊は、1868年から1870年まで存在した大阪の治安部隊である不平の別名。官軍の一人であった桃井春倉が実質的に引き激り、剣師範も務めていた大阪府警察部のルーツである。1868年1月3日に勃発した母親戦争とは、不死身の戦いで、旧幕府軍は新政府軍に敗れ、 9日に大阪城は炎上し、大阪は新政府軍に占領された。新政府軍進駐後、大阪町奉行は閉鎖され、薩摩、長州、元州の藩兵が治安維持を担当したが、10日準備に暴殺され、大阪は無政府状態となった。新政府軍は旧幕府軍の遊撃隊東取並みであったが改善に反対し南河内の寺に脱走していた。 桃井春倉を呼び出し、協力を要請。桃井はこれを引き受け、現在の大阪市北区天馬にあった、川崎東照宮境内に道場を建て、兵に激剣を指導した。同年5月2日に、大阪府が設置されると、治安維持のために不兵局が設置され、旧、大阪定番よりき、同心を中心に、不兵に招待80名に編成された。この不兵が、 何和隊と呼ばれた。1868年11月、桃井は不平局の官軍4名の一人に任じられ、1869年4月から合わせて不平の激剣師範に就いた。この頃、桃井は北桃谷町に市学館道場を再興し、校庭で何和隊の隊員でもある、秋山滝一郎を師範大剣塾頭に置いた。1869年、 不平は拡充され隊員は600人以上に増えたが、政府から独自の軍事的組織であるとして問題視され、1870年に解散した。玉江橋系発足時、隊員は一貫針の大黒帽子、太い赤線日本入りの陣羽織、紺の桃引き、わらじをつけ六尺棒を持っていた。後に、鉄砲、大砲も保有するようになり、和装から洋装へ変更された。 靴が大きいため、面を詰めて、足袋を履き、上から縄で縛った。実質的な隊長である、桃井春倉は白鉢巻き、種塗り道、打列羽織、銀子白エ黒ロ塗りの日本刀を帯び、紫の房で飾った馬に乗っていた。古敵隊を先頭に、真っ赤の大気を縦派でに更新したため人気があったと、言われ、浮世絵にも描かれている。明治2年当時の不平局長は、 戸塚は出身の不判事司法、深瀬仲間ろ、一主催国員が、何は百景玉江橋景。ありがとうございます。